昨シーズン序盤怪我に悩まされましたが、3月の世界選手権ではフリーダンスの歴代最高得点を更新し、見事連覇を果たしました。2015年、2016年世界選手権金メダリスト、ガブリエラ・パパダキス、ギヨーム・シゼロン組。Ladies and gentlemen, please welcome World Ice Dance Champion.世界選手権アイスダンス2年連続金メダル、フランスのガブリエラ・パパタギスとギヨーム・シゼロン。愛し合うカップルの物語、一緒に朝を迎えます。ベルベデール。寄り添っていくけど、どこかで深くのめり込んではいけないとブレーキをかけてしまう二人。なぜなら傷つきたくないから。心の距離感を表現します。それでもお互いの大切さに気づき、恋に落ちていく。演じてみせました。フランスのガブリエラ・パパダギス、ギヨーム・シゼロン。いや、見入ってしまいましたね、八木沼さん。はい、アイスダンスは今シーズンも熾烈な戦いになりそうですね。復帰組もいますしね、日本のリード村元哉中組も頑張ってもらいたいですね、うん、そうですね。この一体感、感情表現素晴らしかったですね。シングルにはとペアにはまたないアイスダンスの、はい、
ケーティングの素晴らしさ、堪能できましたね。はい、We're going to try to do our best as usual. We worked a lot on the program this summer. We're trying to do some things that are new and to show different sides of our personality. So yeah, we will try to beat our scores and always to do great performances for the public. As always, do our best. Still have fun on the ice. Hopefully. Beat our personal best.